お集まりいただきありがとうございます。7時15分から実際に始めるので、少々お待ちください。
それではそろそろお時間になりましたので始めていきたいと思います。今回司会を務めさせていただくソッターと申します。よろしくお願いします。で、ハッシュタグが隅田川 JS っていうのでお願いしていて、隅田川漢字でドットなしの隅田川 JS でお願いします。そしたら、まずは簡単にこの隅田川 JS の紹介をさせてください。隅田川 JS は、隅田川とかの東京の東側であんまり JS の勉強会ってないよねっていうところからまあ始まっていて、まあ、特定の会社と関係なく運営されている団体です。で、実はこれが第1回なんですけれども、まあ、今回は弊社の自分が所属しているキャディが主催というか運営に入って開催していただいているという形になっています。なので、この YouTube ライブの配信の設定とか、あと、スライドっていうのを使ってるんですけれども、そのスライドの設定とかっていうのを、まあ、キャディに手伝っていただいてるっていう形になっています。で、この隅田川 JS やろうって言い出したのが、今年の初めとかだったと思うんですけれども、まあ、コロナ始まってしまって、すぐには開けそうにないのと、あと、あまりオンラインで開催している勉強会が、まあ、多くないなっていうのがあったので、まあ、一旦オンラインで開催することになりました。で、まあ、隅田川 JS に生息しているって書いてあるんですけれども、まあ、このご時世ですし、オンラインでの開催ですので、まあ、隅田川に限らず、東京中とか、まあ、日本中から参加していただけたら嬉しいです。で、一応今2ヶ月に1回の開催を予定していたり、あと、まあ、コロナが明けたらオフラインでもやっていこうかなと考えています。で、今日の流れなんですけれども、まあ、こんな感じで、流れとしてなっていて、今がこのイントロダクションで自分が説明をしていて、この後、5人の方に LT をしていただこうかなと思って、していただきます。で、まあ、LT の時間が10分、発表が10分で、その後質疑5分っていう感じなんですけれども、その質問に関してはスライドサービス使っていて、このリンクからお願いします。で、このリンクは、コンパスにも貼ってあるのと、あと YouTube の概要欄にも貼ってあるので、まあ、そこから飛んでいただければと思います。で、もしなんか配信トラブルとかがあったりしたら YouTube のコメント欄にて、まあ、あと Twitter でも大丈夫です。ので、教えてください。で、あと、まあ、よろしければなんですけれども、最後、イベント後にアンケートもあるので、そちら答えていただければと思います。よろしくお願いします。そしたら、最初の桐生さんから、LT お願いします。よし。画面を共有します。見えてますでしょうか。見えてそうですね。はい、それでは始めさせていただければと思います。D の試してみたというお題で LT をさせていただきます。10分、よろしくお願いいたします。はい、まずは簡単に自己紹介です。キャディ株式会社から来た桐生達志と申します。よろしくお願いいたします。はい。で、会社、キャディ株式会社の簡単な紹介なんですけども、キャディ株式会社は、3年目のスタートアップになります。現在約80名ぐらいの社員がいまして、テックの組織だと、だいたい20名ぐらい強に、なってます。事業内容としては、製造業の受発注プラットフォームを展開しているんですけども、これちょっと詳細に伝えようとすると結構時間がかかっちゃうので、まあ今日もし興味ある方いらっしゃれば、後ほど資料を紹介するので見ていただければなと思います。はい。キャディではですね、今現在複数のプロダクトの開発を進めているんですけども、まあ基本的な構成っていうのはこんな感じでやってまして、まあ、フロントをタイプスクリプトとリアクト、バックエンドラストで中間に BFF があるっていう構成になってます。フロントと BFF 間は GraphQL で、BFF とバックエンドは gRPC で通信している。まあ、そんな感じです。で、私なんですけども、まあ、主にフロントを担当していて、BFF もちょっとやったりしています。はい。で、最近キャディでは、レター from CTO っていうものをちょっと公開しまして、まあ、キャディの開発全容については、まあ、これに全部まとまっているので、もし興味ある方は、ぜひ見ていただければなと思います。はい。ということで、本題に入っていきたいと思います。つい先日、まあ、Dino のバージョン 1.0
が出まして、まあ、ちょっとした話題になったかなと思います。で、僕自身前から存在を知ったものの、ちょっと触る機会がなかったので、まあ、これを機に試してみようかなと思って、この週末いろいろと触ってみた感じです。まあ、D のを知らなかったという方、もしくは、まあ、興味あるけど、ちょっと触ったことないんだよねという方は、このエリティを通して追体験してもらえればなと思います。はい。まあ、D のざっくりした説明です。まあ、ご存知、Node.js の作者でライアン・ダールさんが作られたもので、まあ、Vue8 と Rust の上に構築された CS と JS のランタイムですと。で、デフォルトだと、ファイルとかネットワークへのアクセス禁止されていて、まあ、セキュアですよというふうに言われています。で、タイプスクリプトをサポートしてます。あとは、ビルトインでいろいろユーティリティを備えている。まあ、そういった、プロダクトになってます。で、Node.js の主な違いについては、まあ、Dino のページに、まあ、整理されてるんですけども、ちょっと一つずつ説明していくと、まず NPM を使っていないっていうのが大きな特徴ですね。で、パッケージじゃなくてモジュールか。モジュールへの URL、インポートというのは URL かファイルパスを使うということになっています。で、従ってパッケージテーション、JSON も使う、こんな感じですね。普通にインポート、ほにゃらら、フロムって言って、そこに URL やファイルパスを指定すると。あとは、プロミスを使っているということと、まあ、繰り返しになりますけれども、ファイルやネットワーク、エンバイラメントの明示的な許可が必要になっています。デフォルトではオフになってますよと。そういった感じに違いがあります。はい。で、私が週末試したこと、なんですけども、全部で5つあります。1つずつ見ていきたいなと思っています。まずは、最初、Getting Started をまあ、なぞるっていうところから始めてみました。やったことは、非常に簡単で、インストールとランをやってみたということです。で、これはちょっとあまりにもあっさりできてしまって、表紙抜けだったんですけども、まあ、ディールの第一歩を踏みしめることができたなというふうに思っています。で、まあ、これからちょっとまさにやってみたいなと思っている方は、今この場でぜひやってみることをお勧めします。本当にすぐに簡単にできるので。はい。で、続いて試したのが、Getting Started の続きですけども、HTTP リクエストを行うモジュールの実行についてなんですけれども、先ほどと同様にオプションなしのランコマンドを叩くと、怒られますと。冒頭で、D のファイルやネットワークのアクセスが禁止されているということが言われていましたけれども、まあ、それを確認することができました。で、そこで、RONET オプションをこれをつけることで無事実行することができるようになったというのもまた確認することができました。はい。で、ランコマンドは、まあ、他にもいろんなたくさんのアローオプションというのがあるので、まあ、D のラン -H とかでやると確認することができます。で、複数のオプションを指定して実行する場合っていうのは、まあ、こんな感じで、つなげて書くようになります。めんどくさい場合は、1個戻って、アローオールですかね。これを1つ指定すれば、すべての許可ができるようになって、実行できるようになっています。はい。で、続いて環境構築ですね。私は普段 VS Code を使っているので、まあ、VS Code 用のエクステンションがないか、まあ、探してたんですけど、まあ、ちゃんと D の公式というものがあって、リリースされていました。なんか D のに関するパッケージが複数あるのですけども、一番上に出てきてるやつですかね。多分ダウンロード数が一番でかいやつが公式のものです。他にも JetBrains とか Vim 用のツールがあるみたいですね。で、エクステンション入れた後なんですけれども、ワークスペースにセッティングステーションを用意して、D のを有効化しますと。で、私がやった環境構築は、まあ、これだけになりますね。で、今のところ、ちょっと不便はしないんですけども、もし他に便利なエクステンションとか設定して、をしている方がいれば、ぜひ教えてください。はい。基本的な実行と環境構築が終わって、まあ、コードを書ける状態にはなったものの、まあ、どういうふうに書くのがベタなのかなっていうのを知りたいなと思って、スタイルガイドっていうのを次に読むことにしました。まず特徴的だったのは、まあ、ファイル命名規則ですね。で、ファイル名のつなぎには、ハイフンじゃなくて、アンダースカーを使いましょうっていうふうに書かれてました。私自身、普段ハイフンにすることが多いので、ちょっとこれは注意しておきたいなというふうに思いました。
で、またですね、あと、インデックス TS とか、インデックス JS とか、まあ、そういった名前は使わないようにしようというふうにも書いてありました。で、もしエントリーポイントが必要な場合は、mod.ts という名前にしましょうというふうに書いてありました。これはどうやらラストの慣例に習っているみたいです。はい。まあ、テストはちょっと飛ばしていくて。で、続いてコードスタイル管理ですね。特に気になったのは下の3つで、関数の必須引数が最大2つまでとか、あとオプションの引数だけが唯一プレインオブジェクトであるべきだとか、あとトップレベル関数にファンクションを使うとか、まあ、そういったところをですね、ちょっと具体的に見ていきたいなと思っています。で、まず一つ目の関数の必須引数は最大2つまでで、オプション引数はオブジェクトとして渡しましょうということに関してなんですけども、左側の何がこう、スタイルガイド的に NG かというと、ファミリーとタイムアウトというものが、いずれもオプション引数なんですけども、オブジェクトとして渡されてないよということですね。こういうふうに、オプションを複数渡したい場合は、オブジェクトに来るんで、この場合ですと、右側ですね、リゾルブオプションズという形で、来るんで、引数として渡すを。まあ、そういうふうに言っています。で、二つ目はですね、オプション引数だけが唯一プレーンオブジェクトであるべきですよ、ということです。で、左側の何がいけないのかというと、演武というパラメータがあるんですけど、一見問題なさそうなんですけど、この演武のエンバイロメントのインターフェースを見てみると、結局キーバリューの形でプレーンオブジェクトと変わらないんですね。なので、こういう場合もちゃんとオプションズの中に来るんで、引数を定義しましょうというところです。ただちょっとこのあたりは設計がもしかしたらブレるところかもしれないなと思ったんで、まあ、注意深く設計していかないといけないのかなと思いました。はい。で、3つ目は、トップレベル関数にファンクションを使う。ハローファンクションはクロージャーに限定するというところなんですけども、普段リアクトでファンクショナルコンポーネントを左のスタイルで書きまくっているので、これはちょっと気をつけないといけないなと思いました。はい。で、続いて Dino の基本的な API についてちょっと見ていこうと思いました。で、見てみようと思ったんですけども、まあ、基本的に Web コンパーチブルに設計されているので、おなじみの名前の API がたくさんあるなという印象です。で、大体 API 見ただけでどんな処理ができるのかっていうのが思い浮かんだので、一旦これは置いておくことにしました。で、最後ですね。で、いざプログラミングをしようと思った時に、まあ、サードパーティーモジュールは欠かせないなというところで、まあ、どういうふうにインポートしたり扱えばいいのかなっていうのを確認してみました。で、冒頭で説明したように、モジュールのインポートには URL かファイルパスを指定するっていうことなので、まあ、論理的には Web 上のどこからでもインポートが可能です。例えば GitHub とか、自前の Web サーバーとか、CDN とか、PicaDev っていうのは初めて聞きましたね。JSPM はちょっと懐かしいですね。で、D の公式にも、D の LandX という、サービスをホストしまして、まあ、D ので動く ES モジュールをホストしている。まあ、そういったサービスになってます。なるほど。ということで、D の公式の D の LandX から Moment.js をインポートして使ってみるっていうのをやってみることにしました。で、やり方は簡単で、まあ、ES も、インポートの形ですね。普通に D の Land にある Moment の TS ファイルを取ってきて、Moment.now でコンソールログで吐き出すってやつですね。で、これはこれで問題なく、実行することができました。ただ、ちょっとこれは一点問題がありまして、コード保管がですね、全く効かなくてですね、モーメントが A になってしまって、ちょっとせっかくタイプスクリプトで書いているのに、型の恩恵を受けることができないという、ちょっと残念な形になりました。モーメント .ts ってなってるのになんでだろうかなと思いつつも、まあちょっと型定義ファイルがあればこれは解決するんだろうなということで、D のでも型定義ファイルを指定することができるので、まあその方法を使って、ちゃんと型をコード保管できるようにしたいなと思いました。で、型定義ファイルを指定する方法としては、アットマーク D の types という、まあこのコメントを使うことで、型定義ファイルをロードすることができます。
で、この場合は、ですね、ちょっと長いんですけども、GitHub で保存されている Moment.js の、片定義ファイルですね、このローファイルの URL をですね、指定して、で、さらに、Moment.ts のところだとちょっとうまく動かなかったので、Moment.js の方も、GitHub の、ローファイルからの URL ですね、こっちに置き換えることで、ちゃんと実行することができて、かつコード保管が効くと、そういった形にすることができました。はい。いろいろ試行錯誤してみて分かったことをまとめると、JavaScript をモジュールをインポートして使いたい場合は、まあ、Dino Types で指定しますよと。で、CDN で公開されて URL を指定するか、まあ、GitHub で保存されてローファイルの URL を指定しましょうと。ただ、ちょっとサポートする方、定義ファイルには制限があって、ノードのモジュールレゾリューション、モードのパス解決に依存して、別の方定義を内部参照しているものっていうのは、ちょっと Dino では使うことができません。例えば、リアクトの方定義ファイルとかだと、CSS タイプとプロップタイプスに依存していて、で、from のところがですね、明示的な URL とかパスになってないんですね。なので、ちょっと Dino ではこれらっていうのが、読み込めできずに、結果的にリアクトの型定義ファイルのロードが失敗すると。まあ、そういった形になります。で、さすがにちょっと、GitHub のローファイルの URL を取ってくるのが辛いので、何か似たようなのないのかなと探してみたら、あるにはありましたと。Dino Land Types というのがあったんですけども、ただ現状、リアクトの型定義ファイルしか入っていなくて、結構寂しい感じになっています。で、Moment.ts の話なんですけど、あと、Dino Land に置いてあるものは、そもそも TS だから問題ないんじゃないかなと思っていたんですけども、ちょっと Moment.ts のことを見てみると、実はちょっと、ホストされている感じ見てみると残念な感じになっていて、Dino Land 公式だからといって、ちょっとあまり信用できないなというふうに思いました。で続いて、Dino で扱えるモジュールや型定義ファイルというのは、外部依存がないものというのは多分ベストで、で、ガイド依存があるけれども、ノードのモジュールレゾリューションに依存しないものが、まあ、ベターですと。で逆に Dino で扱えるモジュールいや、型定義ファイルというのは外部依存があって、ノードモジュールリゾリューションに依存しているものですと。で、インポートに明示的なパスが指定が必要なので、ちょっと NPM パッケージは使い可能性がちょっと高いなというふうに思いました。で、今回初めてしたピカデブなんですけども、見てみると結構検索性が良くって探しやすいですと。で、Dino フレンドリーで一緒にモジュールの URL 指定すると、型定義ファイルもダウンロードできる仕組みというのを提供しているので、これはなかなかいいなというふうに思いました。でピカテーブにもなければ、まあ、GitHub を最終的に覗きに行くしかないんだなということがわかります。ちょっと余談はちょっと飛ばします。で最終的な所感ですけども、インストールからサンプル動かすまでは非常にあっという間で良かったです。で API は Web フレンドリーでとっつきやすくてとても素晴らしいです。でスタイルガイドも目を通していた方がいいなというふうに思いました。で、モジュールのインポートはちょっと辛いなと思ったんですけども、ピカデブのおかげでだいぶちょっと和らぎそうだなということで、良かったです。で、最終的に何か作ったのかっていうと、ちょっとあまりちょっと作れていないので、今後やっていきたいなというふうに思っています。ということで、Let's try Dino ということで終わりになります。で、本当最後の最後にですね、ちょっとキャディでは、キャディバーというものを開催しているので、もしキャディに興味あるよという方は、ぜひ参加してみてください。コンパスでまだオープンしますので、ぜひぜひということで、私からの発表を終わりさせていただきたいと思います。ありがとうございました。そしたら質問の方に移りましょうかね。そのままスライドのページ開いていただいて。あ、なるほど。ちょっとどこから行けばいいんだろう。D の、なんか読み、すごいパネル。どこからかな。D のウェブサイト使いたい場合って、バンドル前提。ですね、おそらくそうじゃないかなと思いますね。ちょっとごめんなさい。ちょっと自分もまだ触り始めて浅くって、その辺の依存関係系はちょっと分かってないです。申し訳ないです。
で、次、D ノのアンハンドルドリジェクションの挙動でどうなってるんですか？ Node.js みたいにソースコードは0。すいません。ちょっとこの辺も、D ノは JS 用の独自のパーサー積んでるって聞いた。既存のパーサーでダメだったんだろうか。ああ、そうなんですね。これはちょっと勉強になります。React も Vue も最近はローカンスの作りになりましたね。人にもよるが、個人的にはこっちの方が見やすい。ただ、コールバック関数できますね。ああ、そうですね。ちょっとこれはまあ、よしあしかなとは思うんですけども、明示的に関数ですっていうのを見せるためには、まあ、ファンクションの方がいいのかなっていう考え方もあるので、まあ、ちょっと一概には言えないのかなと思いますね。まあ、プロジェクトの方針で、まあ、どういうふうにすべきかっていうのが決まるのかなと思いました。はい。リアクトファンクネームかファンクディスプレイネームってバックログで使うので、ファンクション風の方が、ああ、確かに、そうですね。名前がある方がデバッグで使いやすくなるっていうのはちょっと一理ありますね。Dino ってモジュールのバージョニングどうするんだろう。Dino の場合は、モジュールのバージョニングは URL に含まれます。例えば、Moment.js とかだったら、Moment.js、アットマークバージョンホニャララとか、まあ、そういった感じで、なってたりとか、あとは CDN によっては、その、バージョニングを指定する場合、こうしてください、みたいなのがあるので、さっき紹介したピカデブとかだでも、確かアットマークホニャララとかでバージョニングを指定したりしますね。関数制限だと取り付けやすいですけど、リラックスとかリアクトに伝えたら関数ですよね。そうですね。うん。ちょっとこの辺は、アローファンクションなのか、普通の関数制限なのかは、ちょっと、どっちがいいのかっていう話と、どうあるべきかっていう話と、ちょっといろいろ考えていかないといけないところですねっていうのは、僕自身も思っています。ちょっと僕自身も、まだ未確な答えは見つけられていないです。はい。こんなところでしょうか。そうですね。そしたら、じゃあ、キルさんの発表は以上となります。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとこれ、コンパスの時間がちょっとずれて、間違っていて、まあ、ケイさん、ほんと、45分に、コンパス上で45分になってるんですけど、35分までだったので、まあ、ちょっとここから5分間休憩して、次、ミュージさんの発表に移りたいと思います。ので、まあ、43分から次、ミュージさん発表をお願いしたいと思います。あれ ?43 分から発表するんでしたっけ？あ、そうです。お願いします。43分から。はい。じゃあ、画面共有して、配信します。画面撮ります。あと、4分後ぐらいに始めますね。あ、デノについては僕もブログ書いたんで、なんか宣伝みたいになっちゃいますけど。あ、VS コードエクステンションが非常に、なんというか、2つあるんですけど、なんかどっちも未完成って感じがして、ちょっと、どうかなっていう、なんかあの辺もちょっと枯れてほしいですねっていう印象があります。セキュア JavaScript and Time、モジュールの仕組みが URL の一位性に依存している。
ライブコーディングやりたいんですけど、あの、なんすかね、忙しいので、時間があるときしかできないんです。これはちょっと最小化しようかな。あ、ちなみに発表資料はこれ、あの、ハッシュタグの方で共有してあるので。そしたら時間になったので、水木さん、お願いします。はい。じゃあ、発表したいと思います。あの、NEXT JS で自分のブログを作るっていうタイトルで発表させていただきます。ミッチです。よろしくお願いします。まあ、ドメイン見てもらうとわかるんですけど、このブログ自身が、まあ、サンプルみたいな感じになってて、あの、ブログ上で、結局スライドの発表どうしようと思って、結局自分で作っちゃったんですけど、あの、まあ、人生で3度目ぐらいに、あの、スライドツール、マークダウンからスライドツールに自作しました。ちなみに2個目が聞いたのスライド機能です。で、まあ、作ったって話で、まあ、これライトハウスの点数なんですけど、まあ、100点満点。で、SEO もまあ、そこそこやれてる。あと、PWA、これ確かちょっと古いんですけど、これ PWA も確かサポートになっています。アクセシビリティのスコアが低いのは、アンプ使ってるんですけど、アンプの内部の吐き出すボタンにアリアがついてないみたいなので、なんかどうしようもないんで、まあいいやってなってます。で、まあ、アンプサポートしてるんで、この稲妻マークついてますね。アンプ、Google の CDN キャッシュからモバイルだったりします。で、アンプだとよく、アナリティクスとか対応してないじゃんって言われるんですけど、アナリティクスとかも対応しました。で、これちょっと見づらいんですけど、Git のヒストリーから編集履歴とかを自動生成して、みたいな機能とか、これ欲しいなと思ってたんで、自分で作りました。で、まあ、どんなブログ作る、自分のブログ作るにあたってどういうゴールを設定しようするかっていうと、まあ、ライトハウスで満点出したいっていうのがあって、あと、まあ、マークダウンツールいっぱい作ったんですけど、まあ、リアクトを使えるんだったら、どうせだったら MDX で書きたいなと思って、MDX 採用しました。あと、サーバーはちょっと運用したくないんで、スタティックサイトで、あと、Next.js の諸々の最適化に乗りたかった。あと、Next.js のあのページ数の下に置いたら、まあ、そのまま公開されるというのは、もう、スタティックサイトとしてそのまま仕様で採用したかったって感じですね。で、まあ、CDN で配布されるので、かつ、アンプで配布されるので、むちゃくちゃ早いと。あと、マークダウンコンパイラーを自作しました。で、水地.dev っていうドメインは、まあ、昔から実は持ってたんですけど、何使うか忘れてたんですけど、まあ、ネトリファイ上でのにカスタムドメインとして水地.dev くっつけましたって感じですね。まあ、とはいえ、これなんで作ったかっていうと、まあ、Next.js で静的サイトを作るっていうのが、まあ、いろいろ最近流行ったりしてるんで、CMS とかで、
採用されてたりするんで、その知見貯めようと思ったのと、アンプの知見をついでにアンプ採用して、アンプの知見貯めようっていうのと、あと、リアクトでガシガシ動く作例を自分のドメインに置きたいっていうので、これもまあ、ただのリアクトのスライドツール、リアクトでなんか雑に、昨日30分ぐらいで書いたスライドツールなんですけど、まあそこそこ動いてるんで、まあこんなもんですね。で、まあ Next.js の SSG モード、Static Site Generator モードで AMP モードってすごい簡単で、まあ簡単って言っても入り口は簡単で、なんかフレームワークとか組み合わせるといろいろめんどくさいんですけど、まあ基本的には export const config AMP true ってするだけですね。で、これハイブリッドって返せば PC 用と AMP ページ両方生成するしてくれたりはもします。で、そうですね。で、あと AMP のプラグインもろもろ突っ込んだりして、あの AMP アナリティクスで Google アナリティクス採用したり、AMP ソーシャルシェアっていうので、Twitter とか Facebook とかはてな、例えばこれなんですけど、ここですね。ハテブの連携とか作ったりしてました。で、あと、一応作ってはいるけど、何に使うかちょっと迷ってるのが、ロールアップで AMP スクリプトで、AMP スクリプトって AMP 上でさらに画面を動的に動かすっていう、Web ワーカーで動くことで、最適化されたものを動かすっていう機能があるんですけど、作ったはいいけど、まだ何も作ってないです。このスライドツール自身をそれにしようかと思ったんですけど、ちょっとビルドサイズで、ぶち当たってしまって、一旦それはやめました。で、まあ、ここで AMP 用のマークダウンコンパイラー作ろうって話をちょっとしたんですけど、したいんですけど、AMP の仕様を満たすために、AMP ってイメージタグそのまま使うんじゃなくて、AMP イメージってものを使わないといけないんですね。で、AMP イメージって、固定のレイアウトなので、AMP レイアウトの仕様を満たすような固定幅の要素を出さないといけないんですけど、まあ、マークダウンからに埋め込んだ画像のサイズってわからないんで、ちょっとオブジェクトフィットとかを使ってちょっとハックしてます。あと、今回ちょっと数式対応したかったので、数式ブロックのダラダラのブロックがあるんですけど、これを AMP MassML っていう AMP のプラグイン用に変換したりしてました。で、あとコードハイライト、ここが一番頑張ったところだったんですけど、コードハイライトもちろんエンジニアブログなんでしたいんですが、これランタイムで構文解析できないんですよね、AMP なんで。JavaScript のランナーがいないんで。ので、コードブロックのハイライトをコンパイル時に全部、トークン化して、ビルドするっていうことをやりました。あと、MDX なんですけど、これは、まあ僕が作った仕様じゃなくて、もともとある仕様で、マークダウンの中でインポート構文が使えるっていう、シャープハロー MDX のインポート風ドックフロムドックドックみたいなことができるんですけど、まあこれ要はドキュメントの中で別のドキュメントを埋め込んだりできるよねっていうので、まあ便利な仕様なんじゃないかと思って、あと MDX 拡張子がハイライトとして使えるので、MDX に対応した拡張があるので、MDX 拡張子はそのまま採用して、まあエコシステムに乗ろうっていう感じですね。で、AMDX っていうコンパイラー作りました。もともと MDXX っていうやつだったんですけど、MDXX だと、なんか MDMA みたいな、まあ、合成トラックの総称らしくて、ちょっとあんまイメージ良くないなと思って、MDX、アクセラレーテッド MDX みたいな名前に変えました。まあ、これ、AMP 以外でも使えるんですけど、まあ、リマークベースでガシガシ拡張したやつです。リフラクトっていう、PrismJS パーサーを静的コンパイル時に実行して全部トークン化してビルドしてしまったりとか、あと、まあ、TOC、テーブルオブコンテンツとか、フロントマッターとか、ウェブワーカーで高速に動くようなチューニングを施したりとかしています。で、ADMXG っていう、AMDX による静的サイトの生成ツールキットとかを作ってて、まあ、作る過程でいろいろ作ったんですけど、AMDX ローダーって言って、これ、ウェブバックのローダー作って、まあ、あと、ここに書いてないんですけど、ロールアップの用のローダーとかも作ったんですけど、あと、静的サイトとして、このサイト作るにあたって、AMDXG コンポーネンツっていうライブラリ切って、パッケージ切って、そこになんか、もろもろヘッダーコンポーネンツだったり、ここのスライドツールのスライドジェネレーターとかも入れたりしてます。で、MTXG CLI ツールも作ってて、まあ、これが、静的サイトを生成するようなヘルパー
で、AMDXG ボイラープレートっていうのが、まあ、ただの NEXT のボイラープレートですね。これを表示するための。で、まあ、実際にどうやって作ったかっていうと、まあ、MDX で自作のコンパイラーを通して、まずフロントマッターっていって、この YAML で書く仕様ですね。GitHub とかがサポートしてるやつですね。で、タイトル、ハロー、クリエイテッド、これ、ユニックスタイムなんですけど、で、タグズってあると、まずこれを日付順に並べた pages.json というファイル作って、タグで略引きする用のタグマップっていうのを作って、あと Git ログから Git のヒストリーを、コミットログをダンプして、それを、例えば使ってます。で、例えばインデックスページだったら、pages.json みたいな、生成した pages.json からタグ、ページ一覧表示して、あと、タグマップ JSON ってやつからタグ一覧を生成するとかですね。あと、まあ、nextconfig.js の Webpack のローダーの部分で MDX ローダーを通して、あと、ダイナミックルーティングでページススラグみたいな、getStaticProps っていう 9.3 からの機能があるんですけど、9.2 だっけ？ちょっと忘れたけど、あるんですけど、こいつを通して、現在の、ダイナミックインポートで、この docs スラグ MDX 読むと、good.toc とフロントマッターが取れて、あと、まあ、このネーミングルールでヒストリー JSON を置いてるんで、そいつを読んだりして、プロップス組み立ててみたいなコードを書きました。で、まあ、タグページも似たような感じで、タグマップからタグを一覧を生成して、getStaticProps で、タグページを生成するみたいな感じですね。で、まあ、使いたければ、これ後でデモするかちょっと迷ってるんですけど、まあ自分のブログを作るっていう感じです。自分のブログ作りたかったら、Git で、まあこのディレクトリだけ持ってって、Git コミットして、なんか CLI ついてガチャガチャやって、Netlify にアップロードしたら、このブログ作れます。っていう感じで、デモなんですけど、NP、これが今言ってたサンプルなんですけど、で、前。で、なんだっけ。Git コミットで、ビルドすると、パッケージ JSON、あれ？あ、なんか、ちょっと、なんか、突貫でやったんで動かないかも。なんかちょっとパス間違えたかな。Git、あ、思い出した。これちょっと古くて、テンプレーツ、テンプレーツブログ、なんか変えちゃったんですよね。ちょうど出す前に。ちょっとディレクトリー変な声になってますけど。で、マイブログができて、なんか、うまくいかん。まあ、できます。できるようにします、後で。そんな感じです。で、まあ、で、このブログ自体は僕の GitHub の水地すらデブにあるんで、これをそのまま読んでもらえるといいですね。まあ、こう、で、yarn build ってやると、まあ、こういうふうにタグマップとかを、この docs に置いたファイルのフロントマッターとかを解析して、チェーンに静的なアセットを出して、や、next build して、next export して、out に、に静的なやつができるんで、netlify deploy-dout-prod で自分のブログが作れると。今更新されます。何が更新されたか分かんないけど更新されましたみたいな感じです。発表としては以上です。ありがとうございます。はい、そしたら質問の方に行きましょうか。スライド開いていただいて、はい、クリエイテッドの値は自動生成、そうですね、AMDXG って CLI ツール入ってるんで、AMDX、なんだっけ、今ここでデモしますけど、ニューページ、
を、隅田川みたいなことやると、整得数に、日付付きで生成されるんで、ここで書いてくださいって感じですね。ただ、ちょっとあんまこれヒューマンリーダブルじゃないんで、ユニックスタイムじゃない方がいいかなとちょっと思ってます。ネクストのデプロイ時間は懸念は特にないですけど、ああ、確かに懸念はしてますね。なんか今、記事数がそんなに多くないので、そう、気にはしてます。そうしたら多分差分でビルドするみたいな仕組みを入れようかなと思ってるんですけど。タグページ一覧の構築とかが全部舐めないとわからないっていう懸念があります。で、フロントマッター初耳、いや、これ GitHub にあるんですよね。GitHub にフロントマッター、まあ元、これなんか、この冒頭に YAML 書いたら、タイトルデスクリプションみたいなのを書いたら、GitHub でもこれ確かプレビューされるはずです。で、スタイルドコンポーネントだとランタイムあるが、テールウィンドウだと、あ、そうですね。これ、AMDXS、コンポーネントっていうのでは、テイルウィンドウで書いてます。ギャツビーは僕が、インターナルな GraphQL の DSL がむちゃくちゃイライラしたことがあって、あまりギャツビーは個人的に好きじゃないです。なんか、GraphQL 使う必要がないところで GraphQL 使ってて、なんかすごい技術に溺れてる感じがして、ムカつきました。スライドツールは1日っていうか30分で作りました。ただの、セパレート、ハイフンハイフンハイフンのセパレーター見つけて、ぶつ切りにして、ページャーつけるだけです。スライドコンポーネンツはサーバーサイドレンダリングでも使ってますね。ただなんか Next.js とサーバーモードの話なんですけど、Next.js でクリエイトグローバルスタイルするとメモリーリークするっていうイシューがちょっとあって、それがちょっと、よろしくないんで、ちょっと、NEXT とスタイルドコンポーネンツ組み合わせて使うのは、ちょっと、今、やめてます。テイルウィンドは、まあ、テイルウィンド、便利なユーティリティ集なんですけど、どうなんですかね。っていう感じですね。テイルウィンド、割と好きだけど、なんか、エンジニア、が好きそうなやつで、デザイナーは嫌いそうな感じがしますね。以上ですかね。はい、ありがとうございます。はい。そしたら、このまま、安藤さん、次お願いします。はい、じゃあ画面返します。ちょっと待ってください。はい、切りました。僕は予定通りの時間で大丈夫ですかね。ちょっと待った方がいいですか。いや、いいっすよ、始めちゃって。了解です。ちょっと待ってください。ミスった。今画面共有は映ってるかな？映ってます。あざっす。じゃあ僕の方の発表を始めたいと思います。よろしくお願いします。今日のタイトルは、型安全なエクスプレスを諦めないというタイトルで、タイプスクリプトとエクスプレスの話をします。はい。で、まず自己紹介なんですけれども、SNS 上ではアンディっていう名前で活動していて、本名は安藤慎と申します。SNS の ID、GitHub とか Twitter とかはこの ID ですね。で、所属としては今、身分としてはフリーランスのデベロッパーやらせていただいてて、まあ、フロントエンドの Vue.js とか React だけじゃなくて、まあ、Go とか、まあ、そうですね、Rust も書くし、まあ、Terraform とか、Kubernetes もちょっと触ったりとか、一通りフルスタックでやらせてもらってます。コードジェネレーション大好きです。
で、最近作ったもののちょっとした宣伝なんですけども、TypeScript コンパイラーで吐いたエラーをこう GitHub 上に表示する GitHub アクションを作ったりとか、あとは、こういうなんか ViewTypeAudit っていう、なんか View のテンプレート内の型チェックしたりとか、チャイルドコンポーネントのプロップス検査をするようなライブラリとかを作ったりしてます。はい。で、今日の話ですね。Express と TypeScript どう付き合っていくのがいいかみたいな話になります。で、まず、Express 公式では TypeScript の型定義が、提供されていないので、基本的にはこの Types、Affinity Typed で、ホストされている Types Express っていうところに入っている index.dts ですかね。それに全部の型定義が書かれている感じです。で、なんかこれ僕もメンテナ的な感じでやらせてもらってるんですけども、ここ数ヶ月でなんかめっちゃこうプルリク増えて、型の精度が非常に向上しているので、ぜひ知ってもらいたいなと思って今日持ってきました。で、一番大きいのはなんかハンドラーごとのリクエストとレスポンスのタイプがジェネリックに渡せるようになったよとか、あとクエリパラメータのタイプがジェネリックに渡せるようになったよとか、あとは今までハンドラー全部ゲットもポストもデリートも同じ型だったんですけども、まあ、メソッドごとにこう、区別がつくよう、型レベルで区別つくようになったよっていうのが最近の、変化ですね。はい。で、これが実際のまあサンプルっていうことで、一番シンプルな、まあ、エクスプレスの、ハンドラーの書き方なんですけども、まあ、こう、ゲットのエンドポイントとポストのエンドポイントがあって、まあ、ゲットの時は、こう、パスパラメータに高等的な値が入っているので、こう、レクドットパラムスで、あ、レクドット、レクソか、レクドットパラムスで、パスパラメータにアクセスしたりとか、クエリパラメータに、こう、レクドットクエリでアクセスする。で、レスポンス返したいときは、res.json で返すみたいなのをよくやると思います。で、ポストとか、プットの時とかですね、は、rec.body で、ポストのボディ、リクエストボディにアクセスするっていうのが、一番よくやり方かなと思います。ただ、これはもう、TypeScript 的にはもう全然型安全じゃなくて、非常によろしくないと。何がまずいかっていうと、もうざっと書くだけでこんだけあるんですけども、まず、クエリとパラメータのタイプです。rec.query と rec.params のタイプが、基本的にオブジェクト型なんですよね。内部的にちょっとこう、ディクショナリーっぽく作ってるとこもあるんですけども、基本的にはプレーンのオブジェクト型です。なので、まあ、一応こう、プロパティアクセスしてストリングとかで取り出せるんですけども、まあ、ほとんどエニーと変わらんもんだよという認識で大丈夫でしょう。あとは res.json に渡す値ですね。その API から、返ってくる値も、何でも渡せちゃって、ここの型検査も走ってないので、非常に致命的だと。さらに、レクドットボディですね。ポストの時のリクエストボディも当然 any になっているので、まあ、タイプスクリプトで普段ゴリゴリにビシビシにこうストリクト true とかにして書いてる人からすると、ちょっと物足りないよという感じになります。で、一応まあ、こんな感じで、タイプスエクスプレスでこう提供されている型があるんですけども、まあ、リクエストハンドラー型に一応ジェネリクスを渡せるように最近なりました。で、4つですね。最大で4つまでこう、渡せるようになってるんですけども、1つ目が、パスパラメータ、パラムスですね。で、2つ目がレスボディ、3つ目がリクエストボディ、それから、最後にクエリパラメータの値をこうジェネリックに渡せるようになってます。何も渡さないと当然 any とか、デフォルトのこのパースト QS とかって、まあ、オブジェクト型なんですけども、まあ、こういうのが渡ってきちゃうよという感じです。で、ここのじゃあジェネリックに渡せるっていう特性を生かして、ハンドラーの型をつけようと思うと、こんな感じの書き方になります。結構分かりづらいんですけども、まず get のエンドポイント、まず一つ目の、ジェネリックパラメータ、このタイプパラメータは、パスパラメータの値ですね。なので、この pet id という部分のを、パラメータから取り出すために、こう pet id ストリングみたいな型を定義します。で、二つ目が、レスポンス型になります。レスポンスのボディ型になります。pet っていう、こう、プロパティに pet 型が必要だよみたいな定義をしています。で、3つ目は、リクエストボディ型なんですけども、まあ、今回、こう、ゲットのエンドポイントなんで、ちょっと A2 で逃げてます。で、最後は、クエリパラメータの型ですね。こんな感じで定義することができます。で、こっちの下の方のポストだと、リクエストボディ型が大事なので、3つ目にこんな感じで、リクエストボディの、まあ、ネームっていうのがストリング型で渡ってくるよっていうのを定義してあげてます。こんな感じで、リクエストハンドラーの型は定義できますよと。ただ、これを全部のハンドラーに書いていくと非常に可読性が悪いです。なので、ちょっとそこのハックとしては、まあ、デクラレーションファイルを分けるのが可読性はいいかなと思います。
こんな感じでデクレアモジュールエクスプレスサーバースタティックコアみたいな感じにして、その中のアイルートマッチャーという方があるんですけども、インターフェースがあるんですけども、ここにこんな感じで、エンドポイントの数だけ型を追加してあげることができます。で、固まって、パスマッチはこんな感じで、リテラルを指定してあげると、このパスの時に、この型を適用する、リクエスト型、レスポンス型を適用するよ、みたいな感じに書けるので、まあ、こんな感じでデクラレーションファイルを分けて全部のエンドポイントのパスを書いていくということが、まあ、現実的かなという気がしますね。それから、同じ URL だけど、レスポンス型とかリクエスト型が違うことってあると思うんですよ。例えば、ゲットとポストとかですね。その時は、この iRoot Matcher の2つ目のジェネリクスに、こんな感じでメソッドパラメーターみたいなものがリテラルで取れます。これを使ってですね、ちょっとめんどくさいんですけども、例えば同じ pets っていうパスにアクセスが来るときも、このメソッドが get のときは配列を返して、post のときは、シングラーの値を返すみたいな感じで、コンディショナルタイプで絞っていくみたいなことが一応可能です。という感じで、一応、どんなハンドラー型も一通り定義できるようになったよというのが最近の Types Express の進捗でした。とはいえ、一つのエンドポイントごとにこんな大行な型を変えていくのって非常にだるいと思うんですよ。もうちゃんとプロダクションで運用している API サーバーってエンドポイントを50個とか100個とかあるの当たり前なんで、さすがにやってられんというところで、このハンドラー型の自動生成をこうツールにやらせようじゃないかというのが、今回紹介したいツールになります。はい。で、そのツール、Type2X ってやつを今回新しく作ったんですけれども、このツール、GitHub、このリンク飛んでもらえれば見れるんですけども、何をしてくれるかっていうと、OpenAPI、まあ、我が V3 ですね、OpenAPI をインプットとして取って、そこから Express 向けの型定義ファイルを自動生成するようなツールになります。こんな感じですね。まず OpenAPI から、OpenAPI のアストに変換して、これも別のスキレットっていう僕が作ったツールでやってるんですけども、それをもう一回 TypeScript のアストに変換してあげて、TypeScript コンパイラーに加わせて、ハンドラーの型を、最終的にアウトプットするというようなツールになります。で、ちょっと時間限られてるんですけど、今日はこのデモで最後終わりたいなと思います。はい。以上。これが実際の、サンプルの Express のアプリケーションになります。こんな感じで、まあ、Express を初期化してて、ルートがあって、まあ、Get と Post のエンドポイントみたいなものをサンプルで定義してみました。ただ、このままだと、当然、例えば rec.body とかも any のままですよと。で、じゃあ、型安全の仕様、型安全サーバーの仕様として何が必要かというと、まあ、こんな感じで OpenAPI、よくあるペットストアのやつですね。これを用意してあげました。これを一応スワガー UI 上で見るとですね。よいしょ。よくある。あ、これローカルのさっきの YAML ファイルをマウントしたスワガー UI なんですけども、まあこういうクラウドができるような、ちょっとデリートがないんですけども、こういう REST の API だと想像してください。例えば get pets だったら、まあ、クエリパラメータにリミットみたいなのが渡せて、レスポンス200番のレスポンスはこうペッツっていうのがペットの配列で返ってくるよみたいな API ですね。で、この OpenAPI が用意できたら、よいしょ、さっきの、Typed.ox っていうツールを使ってあげます。コマンドは oxgenerate、それから YAML の名前、で、アウトプットフォルダーですね。今回 SRC にアウトプットしないので、こんな感じでコマンドを実行しますと。そうするとですね、よいしょ。SRC フォルダの中に新しく express.dts というファイルができました。これは、さっきの OpenAPI の全エンドポイントから、全部のハンドラー型を動的に生成してくれるようなツールですね。こんな感じで、例えばペットペッツだったら、ちょっとわかりづらいんですけども、まずパスパラメーターがこうペット ID ストリングだよと。で、レスポンスボディは、ちょっとこれ、全部のメソッドをジェネリックに取るために、別の型にプロキシしてるんですけども、型ヘルパー使ってるんですけども、まあこんな感じでペットっていうのが返ってくるよと。まあこういう大行な型定義ができますよと。これによって何ができるかっていうと、例えばこの、さっきここボディエニーだったんですけども、ペッツにポストするときはこのボディはこういう型になるよというようなことができます。で、試しにさっき、画面でちょっとちらっと見せた、このすらペッツのゲットのエンドポイントですね。これをエクスプレスで新しく定義してあげると。
まずこんな感じで、そもそもパス URL から保管が効きますね。で、ペッツってしてあげて、rec.res ですと。で、このペッツエンドポイントはクエリパラメータにリミットというのを取りますよと。なので、rec.query にここのリミットという値にアクセスするか、完全にアクセスすることができると。でそれから、レスポンスも適当なオブジェクトは返せなくて、ちゃんと、OpenAPI のスペックで決められているように、ペッツというプロパティにペットの配列を渡しなさいよというように、タイプスクリプトが教えてくれているのがわかりますね。はい。で、一応なんか体験としては、これをなんかウォッチモードで起動するみたいなユースケースをイメージしてて、こんな感じで -w をつけることによって、このタイプ .ox をウォッチモードで起動することができます。今これ、監視している状態、YAML ファイルを監視している状態なんですけども、例えばこの gets の getpets の API、今リミットをクエリパラメータとして取ることができるんですけども、ここに新しく例えばオフセットみたいな、よいしょ、クエリパラメータを追加してあげましょうと。スキーマ、メジャー、32。はい。一応 UI 上で確認しておきましょうか。こんな感じでできましたね。getPets に新しくオフセットという、クエリパラメーターがインテジャーで追加できました。で、この YAML ファイルをこのウォッチャーが監視してくれて、実際に、82分にジェネレーテッドとなってます。で、express.dts を見てみると、確かに、よいしょ、今までリミットしかなかったのにオフセットの型も追加されたよと。なので、今リミットしか取ってないんですけども、ここでオフセットという値も抽出することが可能になります。で当然このオフセットを消すとですね、型定義上からも消えるので、こんなプロクエリパラメーターはこのエンドポイントは取らないよというような、まあ、チェックが走るという感じですね。はい。でちょっとじゃあ、まあ、時間オーバーしちゃったんですけど、まあ、こういうツール作ってみたんで、Express と TypeScript、組み合わせて、いろいろ開発したい人はぜひ使ってみてください。フィードバックをお待ちしてます。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。そしたら質問の方、はい、行きましょうかね。生成される型定義に any が多いですが、any ではなく unknown で生成はできないのでしょうかと。あ、全然できますね。これはまあ、null でも unknown でも never でも全然いいと思うし、お好きに、絞り、まあ、精度を上げてあげたらいいんじゃないかなと思います。はい。これ多分水地さんのやつですかね。あまりないかな、質問は。そうですね。YouTube ライブの方も。YouTube の方も、まあ、感想とかはたくさん来てるけど。うん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 。めちゃめちゃ体験はいいっすよね、やっぱ。こう、URL 書くだけ、例えば、よいしょ。今これ getPets なんで、Pets の配列を最後返してますけども、これポストとかにすると、ポストの時は、シングュラーのペットしか返さないので、こんな感じで、型エラー出してくれたりとか、クエリパラメータエラー出してくれるんで、結構僕は重宝してます。まあ、ぶっちゃけあんまり仕事でエクスプレスを書かなくて、ほとんど趣味なんですけども、そうですね。あ、エクスプレス専用な感じでしょうか。ですね、さっきちらっと話したんですけども、パーザと、アストコンプ、トランスフォーマーみたいなやつは別ライブラリとして切り出して、意図的に切り出してるんで、まあ、そのアウトプットですね、まあ、タイプスクリプトのアストエディターとか見ながら、ご自身で好きに組み替えてもらえれば、例えば、僕ちょっとわかんないですけど、まあ、コアとか、あの辺の別のノードライブラリの型定義も自動生成できるんじゃないかなと思います。はい。こんな感じですかね。こんな感じですね。ありがとうございます。はい、画面戻します。はい。そしたら5分間休憩にしましょう。5分間休憩して、8時20分から次、彦秀明さんお願いしますので、5分間休憩で。
画面共有はもう始めてしまっても良いですかね。そうですね、お願いします。はい、わかりました。そしたら時間になったので、ピコフィダークさんお願いします。はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、僕は、リアクトでステートフルなコンポーネントをどう作るかという、テーマで、お話しさせていただきたいと思います。野城です。ちょっと自己紹介ページ挟むのを忘れてしまったんですが、大丈夫かな。ちょっとまず前提なんですけど、僕は、普段、フロントエンド、リアクトで開発していて、まあ、リアクトでは、コンポーネントをツリー上に組み合わせることで UI を構築しますと。で、リアクトにおけるコンポーネントには、ステートフルなものとステートレスなものがあります。で、まあ、ステートレスな関数コンポーネント。カメラがオフになっているので、はい、オンにしてもらえると。ああ、なるほど。すいません。はい、
画面共有もできてなかった感じですかね。画面共有できてますね。なるほど。画面、カメラ、ここか。あ、これで大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。すいません、お願いします。あ、チャットで、すいません、チャット見逃してました。はい。で、ステートレスな関数コンポーネントを、ビュー関数ということも、あるんじゃないかと思うんですけど、こういうふうに、呼ぶことにしておきます。で、ビュー関数っていうのは、同じプロプスに対して、同じ HTML のようなものを返すものというふうに、一旦、思っておきますと。プロプスっていうのは、リアクトでは、親コンポーネントから渡されるデータのことです。で、ちょっと、前提、ちょっと別の前提なんですけど、このスライドの内容はちょっと全部お気持ちなので、ちょっとご了承いただければと思います。で、状態管理についてなんですけど、ほとんどのコンポーネントはステートレスにするのが好ましいと言われているかと思います。利点としては、ユニットテストしやすいこととか、パフォーマンス面で恩恵を受けられるかもという、話もあったかと思うんですけど、リアクト以外では、Elm というフレームワークでは、例えば、全部の、コンポーネントという言い方をしてなくて、ただのビュー関数で UI を構築することが、推奨されてたりしますと。で、ビュー関数のみで、アプリの UI を構築するっていうのは、どういうことになるんだろうかというと、個々の UI 要素には状態を持たせずに集中管理するっていうことになるかと思うんですが、状態を集中管理、中央集権的に管理すると、状態を遷移させる要素が一箇所にまとめられるので、把握しやすくなるかという利点があると思います。ただ、僕は、それでもステートフルなコンポーネントもたまには使いたいと思っています。なぜかというと、一言で言うと便利だからです。で、やっぱりその HTML、React で言うと、その JSX の構文の中にポンと置くだけで使えるっていうのが、手軽で便利だなと。あとは、その UI 要素、HTML 要素に付随する状態とか副作用をコンポーネントとして、隠蔽することで、インターフェースをスキーさせることができるっていうのも、メリットだと思っています。で、特にそのライブラリとして、提供するようなコンポーネント、共有コンポーネントの場合には、インターフェースがスキーしているっていうのは、使いやすさの面でメリットがあると。で、具体的にどういうもののことをイメージしているかというと、例えば、データピッカーコンポーネントとかだと、これって、今何月のカレンダーを表示しているかとか、どこをクリックし、どの日付が選択状態になっているかっていうようなものを、内部状態として、持たせたくなるんじゃないかなと思うんですけど、これを、マルチティプルデートピッカーって言ってるのは、これ自分で作ってたものなんですけど、日付をクリックしたら、フリップするという動作をさせる想定のもので、その選択状態かどうかっていうのを内部で持っている方が、そういうロジックを組み込めるので、わかりやすくなるんではないかと。で、他には例二つ目なんですけど、ホワイトボード的なコンポーネント、要は書き込み可能なキャンバスツールですね。こういったコンポーネントは、作ろうと思うと、マウスポインターの位置とか、クリックが大化状態になっているか、そうでないか、といった情報を元に、オブジェクトを書いたりすることになるんですけど、これを全部そのイベントとしてコールバックするだけのステートレスなビュー関数として、私でもそれはほとんどただのキャンバスオブジェクトになってしまって、何もやってないものになってしまうということなので、他にはオブジェクトのリストとか、アンドヒストリーだとかも、内部で管理できた方がいいよねと。で、そういうことを考えると、こういったコンポーネントも、ステートフルに作りたくなります。で、もうこれも試験なんですけど、ステートフルなコンポーネントを作るときの悩みっていうのが、やっぱりあって、
親から来た時間変化するプロプスを、ステートにマージさせるようなことが発生すると、コードがややこしくなりがちだということは、まあ、感じています。で、ステートフルなコーコンポーネントの状態を、プロプスで渡した値によって変化させようとすると、まあ、そもそもそういうことをするっていうのが、インターフェースとして分かりにくいし、まあ、やっぱりちょっと挙動を読みにくくなるので、バグりやすいなと。インターフェースとして分かりにくいっていうのは、その親から見て、そのプロプスで渡した値っていうのがどう使われるのか、ちょっと分かりづらい。例えば、そのコンポーネントの初期化時に、しか読まれないかもしれないし、その後も継続的にサブスクライブしてくれるかもしれないんですけど、まあ、それはちょっとインターフェースからちょっと分かんないと。まあ、変数名をイニットとかしとけば分かるかとは思うんですけど。あとは、これはちょっと僕が踏んだことがあるバグなんですけど、踏んだことがあるというか、自分が起こしたミスの話なんですけど、親から値をセットするつもりでプロプスで渡した値が、実はちょっとたまたまその直前と、一致していったせいで、そのコンポーネントの中で、そのプロプスの変化によって発火させようと思ったユーズエフェクトフックスが、発火しない、スキップされてしまって、セットされないっていうことで、ちょっと意図しない挙動になってしまったというようなバグを起こしたことがあります。まあ、こういうことに、悩んだことがあります。では、ステートフルなコンポーネントライバリーってどう作ったら、まあ、マシなのかなっていうのを自分なりに考えたんですけど、まあ、マイルールその1としては、まあ、そもそも、ビュー関数と、あとその状態遷移を定義したリデューサーと初期状態、あと、この1と2を組み合わせたステートフルなコンポーネントっていうのは、まあ、どれかだけをエクスポーズするんじゃなくて、まあ、全部、提供してあげるってすると、まあ、一番ユーザーにとっては、好きな使い方ができるんじゃないかなという。そうですね。1と2っていうのは、徹底的に状態を中央集権管理にしたいという人は、まあ、ビュー関数とそのリデューサーをうまく組み合わせて、状態管理してねという使い方もできるし、まあ、もっと手軽にポンと置くだけで使いたい人は、ステートフルでな、に提供しているステートフルコンポーネントを使えばよいというふうにすればよいのではないかなと。で、それでもそのステートフルコンポーネントっていうのが結局使いやすくないと、しょうがないので、別の、まあ、ルールなんですけど、まあ、ステートフルコンポーネントは、プロプスとして時間変化する値を受け取らないようにした方が分かりやすいかなと、個人的には、思っています。ステートフルなコンポーネントと使いたい場合でも、やっぱりなるべく安全に使えるようにしたいという意図でして、そのステートフルなコンポーネントの中の、状態を変化させる要因っていうのを、まあ、そのプロプスのという値としてではなくて、まあ、明示的にアクションとして渡したいという気持ちでして、コンポーネントの外から、ユーズインパラティブハンドルとかフォワードレフとかを使って、イベントを渡すことができるんですけど、こいつを使うようにすると。で、これによって、その内部の状態を、明示的に変化させる。っていうふうにした方が、状態はどういうふうに変化するのか、まあ、多少わかりやすくなる。あと、明示的になるんではないかな、というふうに、ちょっと、自分は思っています。で、もう早速まとめなんですけど、複雑なアプリケーションを実装する上では、素結合に作るということは重要ですと。で、ただ、個人的には状態管理っていうのを全部アプリの一箇所にまとめれば、常に見通しが良くなるってわけでもないんじゃないかなと思っていますと。で、まあ、おそらくほとんどのコンポーネントをステートレスにした方がいいのは正しいんですけど、場合によっては、その状態を隠蔽したステートフルなコンポーネントも、適切に使いたいと。ただ、そのステートフルなコンポーネントは、注意深く作らないと思わぬバグの原因になると思う、なるんですけど、まあ、その作り方としては、その親子コンポーネントが両方状態を持つとしても、まあ、それぞれが持つ状態を、まあ、ちゃんと分離しておいて、で、相互のやり取りが明示的であれば、
あまり困らないんじゃないかな、というふうに、現時点では考えていますと。という、以上になります。ありがとうございます。そしたら、質問の画面って開けますかね。これは共有を切り替え。あ、その Chrome の中で開けたりしないですか、今開いてる。わかりました。ちょっと別のページで開いてたので、これで見えてますかね。質問までも切ってないかな。そうですね、ちょっと今。そうですね、スライドには特に来てなさそうですね。YouTube の方は、はい、まあ質問とか、質問じゃない、質問はあんまなくて。あ、リデューサーはちょっと、説明なしに出したんですけど、そうですね、リデューサーフックスとかで、ごめんなリデューサーのイメージです。まあ、単にその前の状態とアクションをもらって、次の状態を返すっていう純粋関数のことをですね、単に。で、スライドの方も一件今質問来たので、はい、こちら見ていただけると。はい。ちょっと今スライド読み込み、こっちの画面共有の方で読み込みです。状態管理をどういう機能で使うのが最適でしょうか？いいアーキテクチャ構造があれば教えてください。そうですね。まあ、それぞれ主張、いろんな主張があるかと思うので、ちょっと僕の好みにはなるかと思うんですけど、僕はなんかなるべくリアクトに乗っかっちゃうのが、まあいいんじゃない、シンプルでいいんじゃないかなというふうに今思っていて、そうですね。まあ、その、ユーズリデューサーフックスに、でっかいリデューサーを渡してやって、それでまあプリ全体の管理するっていう中央集権で基本いいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあその、状態を隠蔽したような複雑な、UI 要素があったときには、そこだけステートフリーにして、まあさっき言ったようなやり方でやり取りするっていうので、今はいいんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっと異論はあるかもしれないので、ちょっと。もっといいやり方があれば、むしろ僕の方を教えてほしいという感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら以上ですかね。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら最後、次へ星さん、お願いします。画面共有を切っていただくか。そうですね。星さん、ズームのマイクをオンにして、ミュートになってます、今。いや、聞こえてないですね。聞こえますか？あ、聞こえます。あ、今ちょうど良かったです、はい。ごめんなさい。はい。これで今映ってますか？大丈夫ですか？映ってます。はい、ごめんなさい。はい、お願いします。お、ちょっと待って。こっちが。あ、ごめんなさい。じゃあ始めます。お願いします。はい。よろしくお願いします。Night Meet Dino というふうなタイトルで発表させていただきます。ちょっと Dino の話が、かぶってしまって、
申し訳ないですというところなんですけど、ちょっとね、内部的なところも話、リーノの内部的なところも話せればいいかなというふうに思っております。簡単に自己紹介をさせていただくと、株式会社ポルーというところ、まあ、スタートアップでエンジニアを、フロントエンドエンジニアをしています。あとは、ちょっといわゆる軸歪んでる系大学生なので、まあ、いろいろ休学とか、なんやらかんやらしていて、今ちょうど大学に通ってるんですけど、大学でロボットの研究をしていたりします。で、あと趣味はサウナです。よろしくお願いします。で、今日簡単にお話したいことは、まあ、D のって何なのかっていうところ、まあ、繰り返しになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、僕の、理解し得るところの D のっていうところ何なのかっていうのと、あとは、まあ、簡単に Node.js との違い、あとはその D のにちょっとまあ軽く触れてみようというところですごく簡単にできるので、まあ、よかったら、まあ、D のまだ触れたことないよっていう方は、ぜひ、まあ、インストールしてちょっと触ってみるみたいなことをやってみると面白いかもしれません。で、まず、その D のとは何かっていうところの説明なんですけど、まあ、簡単に一言で言うと、まあ、セキュアな JavaScript Type Script Runtime っていうふうに、まあ、公式のリポジトリの一番トップにまあ書いてありまして、まあ、まあ、よりこう、Node.js よりも、まあ、セキュア安全性の高い、JS だったり Type Script だったりが実行できる、開発できる環境を用意しましたよというところで、開発しているのが、その Node.js を今作っていた、まあ、一番最初の開発者のライアン、ダールさんが、まあ、自分がこう、なんか Node.js ここ行けてないよねみたいな発表を2018年の6月にされて、でそこでここ行けてないからこういう D のっていうのを作ろうと思うんだよねみたいなところを、2018年の6月、ちょうど2年ぐらい前に発表したんですけど、まあ、そこから開発が始まりましたと。であと設計思想としては、その、まあ、Node よりも、まあ、ブラウザとサーバーサイドの互換性を重視すると。言ったところと、あとセキュリティを重視するっていう風なところを、まあ、重きを置いていて、まあ、ブラウザ互換の API とかもたくさん使えるし、あとはそのセキュリティは、まあ、NPM で、なんだろう、なんか、ビットコインパクられるみたいな事件とかがあったと思うんですけど、まあ、そういったものの後悔からこうセキュリティを重視していますというところと、あとは発音の仕方なんですけど、これ D のというふうに読むらしいです。もともとはデノって読んでて短かったんですけど、なんかロゴ、左側のこのロゴが、まあ、恐竜なんですけど、ダイナソーっていうふうに発音されてるので、ちょっと似てるんで D のの方がいいんじゃないかっていうところで、D のになったらしいですね。で、まあ、本当つい先日、1週間ぐらい前、5月、まあ、日本時間で5月14日に、1.0 がリリースされましたというところで、結構注目が集まっているというところですね。5月19日現在で、まだバージョン1なんですけど、57万スターぐらいは集まっているというふうな、結構すごい注目を集めているような、ものですと。で、まあ、簡単にどういう内部構造なのかみたいなところをそのライアン自身が発表で言ってくれてるんですけど、まあ、めちゃめちゃ簡単に言うと、その V8 っていう JavaScript が動く、まあ、エンジン、 Chrome とかにも搭載されてる JavaScript エンジンを、まあ、Rust 経由でいろいろいじれるように、 Rust の API 経由で JS エンジンの V8 を、まあ、操作してると。でちょっと若干詳しく説明すると、まあ主にこう V8 っていうところで JS を動かしたいんだけど、まあ、そこをこうなんかラップするような、まあ、libDino って書かれてるんですけど、libDino っていうやつがあって、で、まあ、この Dino のコアな部分からこう操作していると。で、まあ、なんか、後々なんですけど、この libDino っていうやつも、去年の12月ぐらいにの、一周で、RustyV8 っていう Rust の、まあ、クレート、パッケージみたいなものに置換されているので、まあ、ほぼほぼ、まあ、見る限りこうラストで、まあ、大体ラストになりましたと。内部的には基本的にはラストを使っていて、なんか本当はもともとは Go を使ってたらしいんですけど、なんかガベージコレクション関係がややこしくねみたいな議論がなされていて、ラストに全部書き換え、だいぶ初期段階ですけど書き換えられたという、いきさつが
あるらしいです。なので、まあ、ラストというと結構まあ安全性とかあのセキュリティとかにこう強いみたいなイメージが、まあ、制約が強いみたいなイメージがあると思うんですけど、そういったまあセキュリティを重視するっていう風なアーキテクチャになっているというところですね。で、まあ、ノードとの違いっていう風なところを簡単に説明できればと思うんですけど、もともとこの先ほど紹介したこの動画、あのまあ JS コンフのまあ、Node.js に関する10の反省点っていう彼らがあの Node こんなところダメだよねみたいなところをあのいろいろ発表してたんですけど、まあ、そこでこう安全性だとか、あとは Node モジュールはすごい依存性あの高くなっちゃったよねとか、まあ、いろいろこう、まあ、あの そこでまあ後悔反省する部分を言って、まあ、そこからまあ これらの課題だったりをこう解決するそういうことを目指して Dino の開発に着手しましたと。で、まあ、Node にはないあの Dino だけの機能みたいなやつが、まあ、いくつか、まあ、サポートされていて、もともとこう、まあ、インポートは基本的に ES モジュールで、リクエアはもうサポートしないよっていうふうに公式に書いてありました。であとは先ほどもあったんですけど、URL 指定であのインポートできると。あとこれ2番目は結構熱いなって思うんですけど、 TypeScript ビルトインで、まあ、TypeScript コンパイラーが中に入っているので、あの TSConfig を用意しなくても TypeScript が実行できると。あとはその3番目は、まあ、その、デフォルトでは、まあ、ネットワークとか、まあ、そのいろんなこうリソースに対してはアクセスできないようになっていて、まあ、そのセキュリティを重視したような設計思想に従って、まあ、こういった機能があると。はい、あとはそんな感じですね。Web と互換性が、まあ、あるよというところと、まあ、最近 あの目新しいところだと ASM とかあの使えるようになるよっていうふうなところですね。もう多分これも 1.0 でサポートされていると思います。で、まあ、ちょっと簡単に紹介すると、まあ、こうインポートの構文なんですけど、まあ、Node.js と違うのはこういった、まあ、さっきもあったんですけど、URL で指定するというところですね。パッケージマネージャー自体があの NPM とかみたいなパッケージマネージャーが存在していないので、あのパッケージ名じゃなくて、まあ、実行時こう必要なコードを、まあ、あの解析して取得してから実行すると。これはなんかあの俗に言うゼロインポートみたいな概念で、なんかあの Tink とか Yarn のバージョン2とかにこう搭載されているような、あそのモジュールシステムを目指しているんじゃないかなというふうに思っています。あとは、あの、まあ、TypeScript をサポートしているからってもあるんですけど、トップレベルアシンクっていうふうな機能もあって、まあ、今まではこうアシンクで括ってたんだけど、まあ、アウェイトで書けるよね。まあ、トップレベルアシンク、アウェイトは、あの、TypeScript の 3.8 とかでも多分出てると思うんですけど、まあ、そういった、あの、まあ、いろいろこういった機能が、あのまあ、開発者に嬉しいような機能がビルトインでサポートされているっていうのがあのいいところなんじゃないかなというふうに思いました。でちょっと残りの時間はあの、まあ、D の、まあ、利用を始めというか、まあ、本当に、さらっとどういうふうに利用していくかみたいなところなんですけど、まあ、さっきもあって、まあ、ブリューインストール D のであのインストールできますと。他 あのプラットフォームでも Windows とかでもめちゃくちゃ簡単なので、ちょっとここのページをね参照していただければというふうに思います。で D のバージョン-バージョンというと、まあ、D のが、まあ、1点これ一昨日ぐらいに実行したの 1.0 ってなってます。 iWeb であとは V8 のバージョンがあの出てくるのと、あとは TypeScript もあのビルトインされているので 3.9.2 っていうふうにあの TypeScript のバージョン出てくるっていうのが面白いところかなと思いました。そうですね、ハローワールドは、まあ、Dino の、まあ、この公式のスタンダードの example-welcome.ts っていうやつを実行すると、まあ、Dino run、なんちゃらなんちゃら。で、ここでダウンロードしてきて、まあ、あの TS なんで、その内部的にコンパイルしてあの実行されるというふうなところですね。まあ、TS のファイルがそのまま実行できるよっていうのが結構強みですね。で、あと、さっきのセキュリティの部分なんですけど、あのここもちょっと面白いなって思ったところで、これ D の .cwd、まあ今 の、まあ、あのディレクトリの、パスですね、パスを表示したいよってなった時に、まあ、D のはこれはグローバルなあのオブジェクトなんですけど、まあ、そのまま実行しようとするとパーミッションエラーで、まあ、怒られますと。まあ、当たり前の通り、まあ、
ディレクトリの読み取りをしたいので、まあ、こういう時はアローリードフラグをつけてくれと、言ってくれる。アローリードっていうのをつけると、まあ、こういった感じでちゃんと実行できるよというふうな、感じです。で、まあ、今 D の、お手元で実行できる人は D の run help っていうコマンドを打つと、なんかこういったあのコマオプションがいろいろ見れるので、ちょっと見てみると面白いかもしれない。あと HTTP サーバーもどういうふうに書けるのかなっていうふうなところなんですけど、まあ本当に簡単に、まあここで、このサーブって書かれているのは、そうですね、Dino の、スタンダードライブラリというか標準のライブラリなんですけど、まあそこでこう読み込んで、まあ、ポートを指定して、ここであれですね、Dino.env.get なんで、env にアクセスしてますと。で、あとは、まあ、HTTP サーバーなんで、ネットワークのアクセスがありそうだよねっていうので、このアローネットというところと、アローエンブっていう、2つのオプションを指定するとできると。で、あと、これ余談なんですけど、まあ、こういったものが、表示されますと。で、このロゴは、日本人のハッシュロックさんという方が作られたものらしく、あと、このなんかロゴの、その元ネタは、なんか、夜の雨の中に立ってソフトウェア開発の闇の戦いにストイックに立ち向かう様子を表現しているという大変ストイックな画像にそれをモチーフにしているというところに結構驚きを覚えました。で最後になんですけど、まあ簡単にご紹介させていただいたんですけど、まだまだこう実用に至るものではなくて結構発展途上なので使う場合にはご注意、まあ自己責任でご注意くださいというところですね。はい。まとめは、まあ、皆さんも一緒にこう Dino を使ってみましょうというところで、はい。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。そしたら質問を見ていきましょうか。スライドで。これは。そうですね。リーセントの方がいいかな。そうですね。Dino のランゲージサーバー。ああ、試してない。Dino の話だとインポートマップみたいな解決も。中央集権的なレジストリが登場しそう。そうなんですよね。なんかそこは結構課題になってきそうな感じはしますよね。インポートマップは、なんかまた同じ過ちを繰り返すことになるんじゃないかっていう。ところは否めない気はします。なるほど。そうですね。まだまだなんか発展途上なので、この Dino の未来 NPM が伝えることは、というのは、まあ全然わからないというのが正直なところなんですが、まあ開発者の人気次第になるかな、まあエコシステム次第、そうですね、というふうになるかなっていうのは、まあ、僕も同じような状況ですね。どういう感じですかね。そうですね。YouTube の方も、あんま質問とかは来てなさそうですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、以上です。皆川 JS の終わりになります。最後にアンケートの方があるので、コンパスにも貼ってあるのと、YouTube の概要欄にも貼ってあるので、もしよろしければ答えていただけるとありがたいです。で、あと、今回の、録画された YouTube ライブは、後からでも確認できるので、コンパスの方に貼っておくので、後から確認したいとか、前半の方見てなかったので確認したいとかっていう方は、そこから見ていただけると思います。以上です。ありがとうございました。